やっと仕事が終わったか。うん、疲れた。腰が。いでで。一日中座り仕事だったからな。今日はさっさと寝るか。明日には疲れが抜けているといいんだが。お帰りなさいませ、主様。うわあ、なんだ、お前たちか。脅かすな。悪いが、用なら明日にしてくれ。今日はこのままゆっくり寝たい。ヒロ、主様はとてもお疲れに見えます。私たちにお任せは。お任せって何するつもりだ。よし、よろしければ疲れを癒しましょうか。寝転ぶ。それでは布団の上にうつ伏せになってください。うつ伏せに。寝る時以外はあからさまに裸で迫ることはなくなったのは一安心だが、未だに何をしてくるかわからないからな。安易に言うことを聞くのはためらうというか、正直怖い。もみほぐす。お体の疲れが取れるようにもみもみします。肩を揉むだけ。楽になるよう肩と腰をもみもみするだけです。すぐに終わる。天井のシミを眺めていれば終わりますから。うつ伏せでどうやって天井が見えるんだよ。まあいいか。最近こいつらの行動が読めてきたしな。実際に少しでも楽になれるのなら何とかしてもらいたい。これでいいのか。楽に。はい、それでは主様、そのまま力を抜いてください。それでは始めさせていただきます。お、うん、なかなかうまいもんだな。あ、そこそこ。当然、主様に仕えるためのたしなみでございますから。血の流れをこうやって適度な力で揉むことで滞っている疲労を流します。次は腰。腰から全身にかけてほぐします。今日の主様のお体はとてもカチカチですね。これはすごいな。今日の疲れが全部抜けていきそうだ。あ、おお、そこそこ。ブルル、そっちをもう少し強く頼む。ご満悦。喜んでいただけているようで光栄です。もっと頂点へ。でももっともっと気持ちよくなれます。わあ、気持ちいい。うう、このまま眠ってしまいそうだ。いや、もうこのまま寝てしまおう。まさかな。一体何をした。てこいつらは全く頭の中は桃色一色みたいだな。このまま気にせず寝てしまおう。そうすりゃ二人とも諦めるだろう。騒がしいな。もう少し静かにしてくれるといいんだが。このままこの眠気に身を任せて寝てしまえ。ああ。
主様、主様、どうかいたしました？反応なし。眠ったみたいですね。それならこのまま計画通り、あとはこのままいただくだけ。いざ。主様、おかく、フルール。急に体が軽くなった。もう少しで眠れそうだったんだが、どうしたんだ？背後に気配が。なんだ、帰ったわけじゃないのか。おい、早く続きを頼む。まだ体がギシギシいってるんだ。鈴木？今度は背中を頼む。特に背骨あたりを揉んでくれ。いいの？ちょっと強めで頼む。それじゃあ遠慮なく。ぐっと腰に座られて起き上がれない。ダメだよ、ハク。じっとしてないと。その声はクオン。だいぶ疲れが溜まっているみたい。あなたの言う通り、ちょっと強めにするね。ちょっと待って、ウルルとサラーナは？部屋には寝転んでるハク一人しかいなかったけど。何？でもさっきまでここに。確かにいない。あいつらいつの間に。うわあ、とにかくどいてくれ。もういいから。ダメ、ちゃんとほぐしてから寝た方がいいかな。だいぶ疲れが溜まっているみたいだし、このまま続けるね。いや、ほら、おとなしくしてて。うわ、勘弁してくれ。このまま続けられる。別の意味で寝ちゃう。クス氏秘伝のツボは痛むけどよく効くんだ。我慢できなかったら痛いって言ってね。痛い。少し我慢かな。ちょっとクオンさん。うやー、ぐー、一体どうしてこんなことに。入った。クオンさんの邪魔が入ってしまった。変更。もう少し計略を練り直す必要があります。次回、今度こそ主様をその気にさせてみせます。うわあ、失敗。今日は失敗だけど、次こそは。これくらいで十分か。ハク、そっちの調子はどう？しっかりできてる？これくらいでいいか。上出来。あとはペタルテを一つまみ。よし、これで出来上がり。ありがとう、ハク。やっと終わったか。朝からずっとってのはさすがに答えるな。もう腕がつって動かん。お疲れ様。おかげで助かったかな。この薬、材料がたくさんいるから人手が欲しくて。まあ手伝う分には構わんが、こんなに骨が折れるとは思わなかった。それじゃあお礼に美味しいお茶を入れてこようかな。あ、濃いめのを頼む。乳と砂糖もたっぷりだな。はいはい、それじゃあ少し待ってて。なあなあ、ご飯おるけ？
遊びに来たえ。おう、アテイ、いらっしゃい。あ、お兄さんも一緒か。二人で何してたん？クオンの手伝いだ。今朝からずっとな。お手伝いか。あやや、また苦そうなもの作ってるな。何のお薬？これは競争剤。いいマウリが手に入ったから、タクに飲んでもらおうと思って。待て。この薬、自分が飲むのか？ん？言ってなかった？最近疲れが取れないってぼやいてたから。聞いてないぞ。というか、いかにも苦そうなこいつを飲むのか。大丈夫。見た目は苦そうだけど、甘くて飲みやすいかな。あ、甘い？嘘だ。この薬からは苦いって単語しか浮かばんぞ。へえ、意外やな。薬って苦いもんばっかりやと思ってたえ。苦いだけが薬じゃないんだ。それに甘いものは需要競争にいいし、他にも辛みがある薬とかは体を温めてくれたりするんだよ。ふーん、いろんな薬があるんやな。うん、組み合わせで効果もいろいろと変わるから覚えるのが大変だったけど。いろいろか。ナナ、それじゃあ恋のお薬ってあるのけ？え、恋の薬？うん、クスシのクオンハンなら知ってるかなって思って。それは文字通り恋をするという効果のある薬のことか。そんな感じ。うちもよくは知らないんやけどな、昔から気になってたんや。昔から？前に国で売ってるのを見たんや。なんか怪しいおっちゃんと話してる女の人がいてな、気になってこっそり盗み聞きしてたら、最近旦那さんに相手されないって悲しそうに言うたんよ。そしたらおっちゃんがな、この薬を飲ませればどんな男もメロメロって紹介したんや。メロメロって、それがアトゥイの言う恋の薬ってことか？というかその歌い文句からして怪しすぎる。アトゥイ、もしかしてそれって。後でうちもちょうだいって言ったけど、おっちゃんは渋い顔してまだ早いって結局売ってくれなかったんや。ああ、やっぱり。それって媚薬のことを逃がして言ったんだと思う。媚薬？なになに、それってどんな薬な？恋の薬とどう違う？どんな薬って、その…その？それは…体がうずいて…その…せ…なになに？せってなんやの？せっかくだけど、私よりも…ハクが説明してくれるって、きっと詳しく教えてくれるはずだから。自分がか？クオンの方が詳しいだろう。いいから説明。なんか態度が変だな。そわそわしているようにも見えるが、説明くらいならいいか。媚薬というのはだな、平たく言えば性的興奮、性欲を高める、つまりは生殖行為を誘発する薬のことだ。その類の薬を飲むと淫らな気持ちになり、異性を求めずにはいられなくなるとか。なかなか情熱的な薬なんやね。それ、うちを好きになってくれるってことけ？ある意味間違っていないと言えるが、根本的なところは違うと思うぞ。こういった薬は本当にあるのか？確か媚薬ってのは偽物がほとんどで、実在するなんてことは聞いたことがない。なあクオン、少し疑問なんだが、本物の媚薬ってあるのか？何
何が言いたいのかな。いや、単純に気になってな。そういった類の薬って真っ赤な偽物が多いじゃないか。あ、いやいや、そうなのけ。うん、大体がただの競争薬や精がつくだけのものだったという話をよく聞くからな。じゃああれも偽物やったのけ。そういえばあの女の人もなんだか次の日がっかりしてた気がするな。なあなあ、どんな本物ってある。なあなあなあ、一応あるにはあるんだけど、そういった類の薬の作り方も教えてもらったし。でも先に言っておくけど、作らないから。なんで？面白そうやのにな。ハクが言ってたように、それは根本的なところで違うと思うから。でも体がほてって女性を求める効果があるって言ってた。え、あくまで興奮してるだけで、その人を好きになっているわけじゃないの。あやや、違うのか。じゃあ恋の薬って本当にないんやね。そういうわけでも、多分アタイが言ってる恋の薬って惚れ薬なんじゃないかな。惚れ薬？それって飲んだ相手がうちにときめく感じな。うちを本当に好きになるってことけ。そんな感じかな。それやったらある。あるにはあるけど、用意するのは難しいと思う。難しいということは何か問題があるのか。とても難しい調合みたいで、お母様なら作れたみたいだけど。そっか、クオンハンには作るの無理なんやね。私も作れないわけじゃないけど、ただ扱いが難しいから調合は禁止されてるんだ。禁止？なんでまた。そもそもあれは禁忌の薬。誰かを好きにさせるってことは、ある意味人の心を操ることになるんだから、使い方を間違えれば大変なことに。ハクならわかるでしょ。確かに、そんな薬が世に溢れたら大変なことになるな。それこそ国の往路にでも使えば籠絡するのも簡単だ。薬で国を落とすことができるのなら、扱いに慎重になる理由もわかる。すごく危ない薬ってことよね。さすがに欲しいって言えないな。だから使ってはいけないと厳しくお母様に言われてるの。別に作れないわけじゃないから。でもちょっとおかしいな。どうした？難しい顔して。そんな危ない薬ならなんで作り方が残ってるん。確かに調合方法は伝わっているみたいだしな。作れるということは誰かが効き目を試してるってことやと思うな。確かに鋭いな、アトイ。え？クオンハン、使った人の話とかないのけ？例えばクオンハンのカカ様の話とか。最近使ったなんて話聞いたことないかな。昔のことでもいいから聞きたい。どうして聞きたがるのかな。もしかして飲ませたい相手がいるとか。うちけ？そんな相手はいないけど、なんか面白そうやもん。アトイが聞いて喜ぶ内容じゃないと思うけど。どうしてもダメな？もうこの話はおしまい。私お茶を入れてくるね。いやいや、なんでなん、クオンハン。本当にそういった薬があったなら大変だったろうな。当事者たちは今のクオンみたいに求められたり追いかけられたり。二人だけで外出するのは珍しいな。
れてないか？それがお仕事なのです。そう急がなくてもいいんじゃないか。せっかくだからどこか屋台でも寄ってくか。寄り道しないで帰るのも仕事のうちなのです。そう固いこと言うな。さっきの屋敷で飲んだからか小腹が空いてきたしな。護衛としてついてきたはずがどうして酔っ払いになってるですか。酔っ払ってなんかいないって。それにな、堅物の元ではうまい酒も飲めますまいって挑発されたんだ。こっちが引けばオシトルの顔を潰すことになるだろう。つまり仕方なくってやつだな。呆れるです。物は言いようなのです。その護衛を任されたわけだが、結局のところ猫根が帝都の情勢について貴族から説明を求められるような場面はなく、実際は猫根と二人で貴族のご機嫌取りをさせられたって感じだな。おかげで猫根の不愉快そうなこと、うん、しかしこうして歩く後ろ姿はごく普通の女の子にしか見えないな。もう少し年相応に振る舞ってもいいと思うんだがね。実際まだまだお子様なんだし。何を考えてるです。仕方ない、ちょいと余計なおせっかいだが。なあ猫ね、うん、嫌なことがあったのなら溜め込まずに吐き出した方が周囲も楽になる。全て一人でやろうとするのはお前の悪い癖だ。もっと周りを頼るといい。っていうか無視かよ。なぜだ、今のオシトルの真似は結構自信があったってのに。ならば奥の手を食らうがいい。猫ね、それがしとていつもお前のそばにいてやれるわけではない。寂しい時は白をもう一人の兄だと思って存分に甘い。ガッ、そんなものまだ持ってたですか。お前そうやってすぐ蹴るのはやめろよ。ちょっとしたお茶目だろう。はあ、あ、猫やんや。オシトルハンもこんなところで奇遇やえ。うん、お互い珍しいところであったな。兄弟水入らずのところお邪魔だったけ。いや、聞き分けのない妹で困っていたところだ。猫やんが？珍しいこともあるんやえ。猫やん、どうかしたの？あれ？わわ！オシトルハン、なんか変な感じ。もしかしてお兄さんけ？バレちゃしょうがない。ゴン！だからそんなゴンゴンと。こんなものこうするのです。わあ、せっかくの力作が。あやや、本当にお兄さんやったのけ。声も雰囲気もそっくりやったし、まるで本物みたいやって。でも、なんでオシトルハンの真似なんかしてたん？まあ、深い意味はない。ちょっとした、シャレだよ。まさか、猫根を気遣ってとか、恥ずかしくて言えんしな。それにしてもオシトルハンと間違えるなんて、お兄さんにも威厳がついてきたってことなんかな。お、やっぱりそう思うか。最近自分でもそんな気はしていた。だが、褒めても何もおごらんぞ。バレたけ？そっくりなわけないのです。こんなのと兄様がそっくりなわけないです。それはそうやえ。お兄さんはお兄さん、オシトルハンはオシトルハンやもん。それでお兄さんたちはこれから帰るとこけ？その前に屋台に寄ろうって話してたんだ。いい加減腹が減ったしな。それはいいな、うちもご一緒するえ。二人で行って
できたらいいです。そう言うなって。途中で猫ねを置いてきたなんて言ったらさすがにオシトルに叱られる。というかオシトルに頼まれたんだ。よかったら帰りにうまいものでも食わせてやってくれたさ。兄様に？嘘だと思うなら後でオシトルに聞いてみればいい。まあ嘘なんだが猫ねの息抜きなんだ。オシトルなら話を合わせてくるだろう。でも早く帰らないと兄様に。その兄様が猫ねのためにって言ってるんだ。兄様が。そうやえ猫やん、せっかくやし一緒に行こな。猫やん小さいからいっぱい食べないとな。あの、なえ頭が重いのです。それにさっきからどうして頬を。ダメって？別にそんなこと。照れてる猫やん、かわいいな。別に照れてなんかないのです。何してるです。行くなら早く行くです。そうや、ここはお兄さんのおごりや。好きなもの好きなだけ食べてもいいよ。はい、ちょっと待て、誰もおごるとは言ってないぞ。そうな？でもオシトルハンからおせせが出てるんよね。そいつは方便ってやつで空気読み。違う。違わない。分かってて言うであろう。クオンもそうだが素で言うアトイも立ちが悪い。うん、財布が軽く。